東京マーケットワイド、スタジオにはゲストをお迎えしました。マネックス証券チーフストラテジスト、広木隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。マーケットなんですけども、今日は本当に東京市場、しっかりとこう値動き上昇したまま値を保っているという状況ですよね。で、まあ、その背景となりますのが、まあ、週末、3連休の間の海外の動きということなんですが、まずはそのあたりから広木さんのお話を伺いたいと思うんですけども、一つはその米中貿易協議の結果、ある程度伝わってきてはいるんですが、これから文書に落とすというところがあるんですけど、まずその評価からですね、どういうふうに受け止めればいいのかというところをちょっとお話しいただければと思うんですが、さすがにもうアメリカも中国もですね、ある意味こうチキンレースだったわけですけれども、さすがにそろそろここでちょっと決着させないとね、両方ともダメだっていうことの表れだと思いますね。やっぱり経済が減速しているのはこれは何といっても中国の方ですから、中国もですね、どっかでこうね、手を着地したいなとずっと思っていたわけだから、譲れるところは譲ってと、それが農産物の輸入で、やっぱりここはもう中国自身がやっぱり困ってしまうことなので、お互いやっぱり困るのでね、で逆に今度トランプ政権にしてもですね、そのアメリカ その農家からの苦情っていうんですかね、これそろそろその中あのトランプさんもですね、来年の大統領選のことを考えないといけないの で今この辺のところのやっぱりその農作物、例えばミズーリ州とかですね、支持率がすごく下がったとかね、いうのもあるので、だからそのそのところにもこう気にしなければいけないという部分もあったんだと思いますね。それから、あとは何といっても産業界ですよね。産業界がもう散々やっぱりこれはもうずっとロビー活動とか続けてきていて、もう困るよ困るよって当然困るわけだから、誰が困るかです。やっぱりアメリカの企業もすごく困るわけですよ ね。中国からもみんな無理になってるわけですから、そういうようなところでですね、そろそろこう着地させないといけないと、だからもちろん包括的な合意とかね、そういうことではないには遠いんですけれども、ここはまあ部分的な合意であってもですね、マーケットこれだけ反応するんだということで、いい方向には向かってるんだと思いますね。そうですね。あとアメリカ側からしますと、その関税の引き上げを見送ったという話もありますよね。この辺はそうなりますと、先ほどの、アメリカの産業界からの関税引き上げによって、中の国内の物価が上昇したりだとか、その辺に対するマイナス要因と考えていたものが大体後退すると、そうですね、これでね、少し僕もすごくこうやっぱりちょっと言い訳に傾きかけたのは、このまま関税がこうかかっていくとですね、世の中はその貿易が滞って、景気が悪くなるってことばっかり言ってるんですけど、やっぱり関税の影響が物価高に与える影響ですね。すでにそのアメリカ一部そのかなり物価上昇が見られますから、CPI レベルとかだと消費者物価がかなり上がってるんでね。そうですね。ただ生産者物価が上がってなかったりするんで、この辺ちょっとちぐはぐなところもあるんですけど、これ関税がこのまま引きかかってしまうとか、第4弾の今度12月に上げるものとかがそのまま予定通りにいってしまうと、一段とやっぱり物価上昇が加速するだろうと、そうなるとですね、今のアメリカの株式相場っていうのは FRB の緩和姿勢で、実際利下げずっとしてきて、今度10月末の FOMC でもするんじゃないかっていうぐらいに、もう緩和頼みなんですよね。そうですね。その金融緩和もちょっとしにくくなっちゃいますよね、インフレとかが出てくると。なのでこの関税による物価上昇っていうのは困りもんだなと思っていたんですけど、これで本当に見送られるとか凍結とかっていうことであればね、ここまでのところだったらなんとかなるんですよ。そんなにその金額も第一弾第二弾は金額も大きくないし、品目もですね、別にそんなに重要な品目じゃないので、中国からの輸入がダメなら代替がまだ効くようなものなので、ここは即物価高につながらないから。ただ第三弾の2000億ドル分の 税率がやっぱり5月から引き上げられてるんですけども、そういったところはちょっとじわりと来てる部分はあるんですね。だからここで止まる部分だったらまだ吸収可能だろうと思います。
となりますと、まあ、アメリカの景況感少し、まあ、10月15日その 30% まで引き上げるという話でしたから、まあ、それがあの一応まあ見送られただけでも、はいはい、だいぶそのセンチメント的にも明るくなると全然違うと思います、ね、いう形でしょうかね、はい、となりますとやっぱり実体経済に与える影響という意味ではもちろんそのマイナスの要素というのが今回払拭されましたので、うんうんうん、まあ、一方で今後あの決算発表はアメリカ今週からまた出てまいりますが、はいはい、このあたりどうでしょう、まあ、あの実績としてはそれほどやっぱり良くなるというよりは、まあ、横ばいというようなイメージでしょうかね。そうですね、まあ、そうなれば御の字だろうと思いますね、あの、まあ、今週は JP モルガンチェースのような金融機関から始まりますが、はい、金融にとってはですね、一時はあの逆イールドが今解消してたり、はい、それからもう一回 FRB が短期債の買い入れを行ってとかですね、はい、その短期金利を落ち着かせにいってるという、はい、こういったところもやっぱり金融機関にとってはプラスの追い風になっているので、まあ、あの悪くないだろうと思います、はい、でアメリカ の, その企業業績、まあ、主要500社 の, です、ね、はい、あの四半期ごとの決算というのはです、ね、実は今年の初めから、うん、それこそ十何期ぶりの減益ってずっと言われてたんですよね、はい、ところが1、3もそう言われてたのが締めてみれば若干のプラスで終わり、ね、はい、4、6こそです、ね、今度こそ12四半期ぶりの減益とか言われてたらこれも減益になってないんですよ。だからもうギリギリのところで現役を回避し続けている、はい、まあ、粘り腰というかですね粘り強さがあるので、はい、今また、第3四半期ね、この7、9月期の決算こそですね、まあ一桁台の、まあ、現役と言われてますけれども、はい、の見込みなんだけど、まあ、締めてみればまたここもギリギリあのプラスを保つんじゃないかなと思います。そうするとやっぱりその前年の水準が非常に高いので、減税の効果だとかがあるんでね、はい、要はじゃあ高い水準の利益をそのままキープしてなんとか今この貿易戦争のマインドが悪化しているところを乗り切ってるっていうそんなような、はい、企業業績の状況になるんじゃないかなと思いますね、うん、でそれに比べて金利は上がったとはいえ長期金利上がったとはいえまだぐっと低いレベルなので、はい、株式の割高感というのはないですから、だからまあそういった意味じゃアメリカの株というのはですね、うん、少しこうまだ安泰なんじゃないかなと、もう一回高値を目指していけるように、はい、ここから年末になるんじゃないかなと、まあ、それはやはり日本株にとっても追い風だろうとは思いますね、そうですね、まあ、そうなりますとこうちょっとあのアメリカ株その業績次第では、まあ、もう一段まあ、上げがこう水準切り上がるというですね、そういう流れになりそうなんですけども、あの一方で、このナスダックだとかのですね、うん、まあ、今のお話で、まあ、ダウとかですね、そういった動きだと思うんですが、はい、このハイテクのところでいうところ の, あのナスダックだとかこのあたりはいかがでしょうかね。この辺もやっぱり同じように見てていいということになるんでしょうかね。そうですね、特にやっぱり業績という点ではですね、全体で横ばいと言いながらも、やはり半導体 の, その底入れ感が強いですよね。いろんな指標から確認された在庫調整完了とかですね、はい、国内でもね、鉱工業生産で国内でもそうだし、はい、国内の鉱工業生産の電子デバイスなんかの在庫出荷のバランスなんか見てもそういうこと言えますし、はい、やはりこれはやっぱり世界的に 5G だとかですね、はい、IoT だとかそういったものが加速してくる中では、うん、やはりその半導体関連というのはしっかりしていくんだろうと、うん、まあ、そうするとやっぱりハイテク全般についてもですね、まあ、業績は底堅いんだろうと思いますね、うん、実際問題 Apple とかね、はい、もう一回結局 iPhone の販売が意外と好調だとかね、増産しそうだとかですね、はい、そういう観測があったり目標株価の引き上げがあったりして、また高値取ってきてますから ね、はい、でそういう意味でやっぱりこうハイテク全体引っ張っていけるんじゃないかなと思います。となりますと、まあ、主要株だけではなくてハイテクの部分までということになれば日本株も連動性が高いと言われてますから、非常に、そういう意味でも少し日本株に対する期待もこう出てきそうということになりますでしょうかね。そうですね、これどうなんでしょう、日本株、まあ、今 PR が12倍台の後半に今日でなってたんでしょうかね、うんうんうん、このあたり見ますとニューヨーク、アメリカ の, そのダウなんかも17、8倍というところまで上昇しているかと思うんですが、日本株そうなりますとやはりこのレンジを抜けてくるという
そういう期待がこう出てくるというところになるでしょうか。そうですね、まあ、これで、まあ、ここまで来るとですね、4月、はい、ゴールデンウィークの前につけた年初来高値ですね、22,300円台ですけども、はい、ここはまあ今視野に入ってきてますから、うん、まあ、今週あるいは今週届かなくてもですね、来週から日本も決算発表がいよいよ本格化してくるので、そうですね、その中でですね、抜けていけるんじゃないかなと思います、うん、というのは今回の決算に対して非常に業績の下振れ懸念とか言われてるんですよね、下方修正下方修正って言われて、はい、で実際下方修正が出てくると思うんですけれども、はい、それと株価っていうのは連動しないと思うんですよ。下方修正にはなるんだけど、はい、逆にそこで悪抜けしてむしろ株価が高くなる、うん、例えば直近見ても良品計画なんかもそうですし、はい、下方修正しても株は大幅高とかですね、うん、まあ、あと典型的なのは安川電機なんかはですね、はい、あれだけの下方修正やっても下げなかったですね、ほとんど、はい、なので、まあ、むしろプラスになる場面もその日あったりしてですね、ということはもう業績悪化とかですね、米中貿易戦争でとかですね、いうのはもうマーケット織り込んでるんだと思うんですよね、うん、はい、それでこう企業の方がそれで最悪シナリオを数字に落とし込んでくればですね、はい、まあ、それを見ればもうこれより下はないと思って、うん、そもそもバリエーションが低いんだから買えるよねっていう買いが入ってきてるんだと思いますね、はい、でこれはあの2月決算の銘柄についてこういったことが出てきてるわけですけれども、はい、3月決算の決算発表は来週から本格化してくるんですけども、そうですね、はい、3月決算企業についてもですね、そういうその下方修正でも買われるっていうような流れがですね、まあ、出てくるんじゃないかなと期待しています。もし本当にそういう流れが出てきますと、やっぱ投資家としてもちょっと買い安心感が出てきますよね。そうですね、まあ、そういったところで米中の、はい、まあ、部分的な合意であるとかですね、はい、そういうその投資家のセンチメントが今まで固まってたのをこう溶かすようなね、うん、まあ、外部環境になり、はい、でやはり下方修正の結構大きい要因である為替のところもとりあえず今、うん、まあ、もう一回円安方向へ向かっている、はい、ということになればなおさらですね、業績に対してそういう反応が出やすくなるんじゃないかなと思いますね、うん、これひろきさんにお聞きするのはあれかもしれませんけども、ええ、ちゃぶ台返しじゃないですが、ええ、冒頭にお話しましたようにこう文書に落とし込むっていうところでですね、ちょっとなんか心配の部分ってないでしょうかね。いや、なんかないですよ。だから、はい、さっきもブルームバーグの報道で出てましたけど、中国はその文章に落とし込むところの前に、もう一段のなんか合意が欲しいとかですね、言ってるんで、じゃあこれでまずは完全決着じゃないんだよっていうようなね、ニュアンスも出てきてるんで、はい、まあ、最後の最後ね、やっぱりこういうのどうなるか分かりませんから、下駄を履くまで、そうですね、ということだろうと思いますね。まあ、そういった意味もあってですね、はい、やっぱり一旦利益確定売りに押されやすい水準ではあるんですけどね、僕は。ただ結構今日はずっと、はい、堅調保ってるんで、しっかりしてますよね、うん、もう少しちょっと引けにかけては少し上げ幅縮めるかもしれないなとは思います、はい、わかりました。どうも今日もありがとうございました。どうもありがとうございました。